皆さんこんにちは。鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田辺隆です。こんにちは。月火水木曜日の木ちゃんです今年からスクールリーダーとなりました。まあ、すごい、できる人は簡単かもしれないけどすごく大事。投げてまたボールをインステップしてキャッチ、投げてまたボールをで、これ交代交代でもいいし、で、で次インサイドキャッチ、ちゃんと胸まで上げる、胸まで上げる。インサイドは自分の懐までボール入れた方が上がりやすい。で次はアウトサイド。アウトサイドやったことない。アウトサイドは近すぎると窮屈になっちゃうから、はい、ちょっとボールから離れて上げる、ボールから離れて上げる。このバウンドでキャッチキャッチ、落とした方が負けねえとか言いながらこう、うん、で次できるようになったらインサイド、できるようになったらインサイド、危ない、どうインサイドっていう感じ で次アウト、アウトアウト、ノーバンでアウトサイド、ノーバンでアウトサイド。左が難しいですよね、どうしても。ほらちょっとぎこちなくなっちゃう。ああどうしたの、うアウトスペース開けてアウト、そう。キーワードを決めてもらって、自分たちが好きなものでもいいし、家族でハマってるもの、友達でハマってるものでもいいし、好きなことある？好きなこと、サッカー。サッカーね。オッケーオッケーオッケー。僕らプレイヤー以外にもう一人審判みたいな人がいて、いるとありがたいんですけど、二人の今決まったキーワードはサッカーっていうフレーズ。小林さんがサッカーって言ったらボールを早く引いた方が勝ちっていうデモンストレーションなんで、これ本当は第三者に言ってもらえますからね。ラグビー、サッカーって言ったら引くっていう、そのキーワードを言ったら引いて引けた方が勝ち。ただ引いてボールどっか行っちゃった場合は、なくなった場合はノーカウント。じゃあ小林さん、はい、お願いします。野球、ラグビー、ハンドボール、サッカー、はい、っていう感じで、はいやーはいやっていう感じで、多分結構やってる方、僕ら大人ですけどドキドキワクワクしながら、勝ったら結構嬉しいです。多分今でもモキちゃんは忖度して僕に勝たせてくれましたけど、いやいや本気でしたっていうのが一つ。あともう一つはゲーム自体は一緒なんですけど、じゃんけんってあるじゃないですか、これ勝ち負けってよく決めることありますけど、今回のこの対決は二人でできるんですけど、じゃんけんポン、アイコンになりますよね。アイコンになったら引くっていうゲームです。いいでしょうか。はい、じゃんけんポン、おい、タイム、じゃんけんポン、おい、あーしました。カットカットカット、2連勝2連勝2連勝、やり直しやり倒しで、もう一回もう一回やる、はい、っていう感じです。じゃんけんポン、おい、よーし3連勝3連勝しましたっていう感じで盛り上がれるのかなと思います。最後がちょっと音楽を使って、さっきサッカーリズム大事って言いましたけど、音楽を使って椅子取りゲームってあるじゃないですか、のボール取りゲームバージョン。音楽が流してもらって、でその間どっちか、リーダーを決めてもらって、で僕名前もリーダーなので僕はリーダーやりますけど、音楽に合わせて何でもいいからステップを踏みます。これでもいいし、かかとタッチでもいいし、アウトサイドでもいいし、審判の人が音楽を止めてくれてパッて止まったらボロ引くっていう、椅子取りゲーム的なゲームも面白いのかなって思います。ただ音楽流してずっと立って待っとくのも面白くないので、せっかくやるんだったらリズム感を養うということで、こうブラジル体操っていうのをよくウォーミングアップでやるんですけど、こうやってリズムをね、あとはこう足を振ってみたり、こうやって回してみたり、
こういうステップを踏みながらやると、大人の人はシェイプアップをしながら楽しめる。子供たちはリズム感を養いながら、サッカーの上達、勝負というものの面白さみたいなものも、体感できるので、ぜひ家族、お友達とやってみてもらえたらなと思います。かかとがボールの前をしっかり通るように。ボールの前、通る。通る。通る。最初はこう足つけて、つけて次、つけて次でもいいんですけど、はい、慣れてきてできる子はちょっと早く、トントン。もう片足ずつ浮いてるような感じで。ボールに触れず、シザースで何分チャレンジできるかっていうのをやっていきたいと思います。何秒で終わったらもうサッカー元プロですとかもう言わない方がいいですね。お5分10分10分ぐらいは、10分難しいっすかね。10分いきましょうよ。10分じゃあ10分、はい、10分10分ちゃんと測ってください。ちゃんと測ってくださいよ。よーいスタート。シュール元プロ鹿児島ユナイテッド FC レジェンド田上浴衣豊かね豊か切るやつね笑かして1分これフィジカルトレーニングみたい去年の練習よりきつい。アンパンサーできる。アンパンサーじゃない。ありがとうございます。1分30秒。よしよしよし、これ5分いたらすごい。え、10分じゃないよ。10分は無理だ10分は無理だ。これもう見てるでしょ。全然何も面白くない。子供たち見てるよ。そうだよね、子供たち見せた。やめるわけ。なんかリズムが落ちてきたよ。戻そう。あ、これいや大丈夫大丈夫2分、はい、36秒60。これマジきついです。すいません。本当に。ああ、自分この長期休みの間にこれ練習します。何を？シダス？シダス2分あ、でも1分モクちゃんもやってもらう。そうそう、今せっかく来てくれてるから、ね、そう。3分きついよこれ。3分いけたらすごいと思います。目がおかしくなってきて、ね、逆に回してたもん。最後回しようまず40秒で山来るから1回で1分って1分半経ったらちょっといけんじゃないかみたいな、ちょっと見えてくるけど、もう2分って言われたらもうちょっと。いきます。モクちゃん、はい、よーい、見えるかな。はい、うん、よーい、スタート。こういう、あ、綺麗綺麗。でも俺より綺麗、形がいい。こちら、勝ちたらオープン。あれですかね、韓国に韓国代表のお友達だったね、女子の。いやー、これ切った。女子の韓国代表のお友達だったね。もしかして見てるかもしれないですかね。でしょ、星1名のこれいいかもしれないですよ、本当に。いいね、僕さん、止まりに行く。ボール3点だよ。ボール3点だよ。今40秒。ほら1個目でやりましたよ笑顔で笑顔で。おーい、マジか。ストップ48秒。いや無理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 。でしょ、きついでしょ。無理。ここら辺とかケツでお尻きますよ。ハーキーっていう練習があって、その場で足踏みを早くとりあえずするっていうこの練習があるんですけど、その時と同じぐらいか、そのトレーニングよりちょっときついです。お尻がちょっとたるんできて気になってる方、ぜひこのシザーストレーニング、シザースダイエット
一緒に推進していきましょう。今日 何秒できました、何分できましたみたいなのをツイッターに上げてもらって、おいいね、明日どんぐらい行くといいねってみんなでこう盛り上がりながら、シザースダイエット。だってボール1個あればできますからね、これね。 50m ぐらいの坂田市を15本ぐらいやった後ぐらいの感じですね。分かっ、いや分かんないだろうな、分かってほしいけどな、この感じ。あのね、食リポでこう匂いとか味を届けられないのと同じ感覚ですよ、これ。お尻とこの太もも周り、俺どっちかっていうとこのお尻とこの後ろの、ここ、ここ、ここね、ここ、はいはい、すごいっていう感じでこうみんなで盛り上がれると思うので、ぜひお願いします。いや、シザースはあれか、思いつき企画でやってみただけですこれダイエットにいいかもしれない、本当に全身来るもんね、結局ね。そうですよね。じゃあこのユナイテッドチャンネル、皆さん YouTube 登録よろしくお願いします。お願いします。あといいねボタンもぜひよろしくお願いします。